今回はスパイスを使って抗うつ作用やメンタルストレス軽減効果が期待できるタイのハーブ蒸しです。よろしくお願いします。先生、よろしくお願いします。あー、うまいな。かっこいいっちゅうまい。まず材料ですね。タイの切り身が1切れだ、ローズマリーが1本、レモンの輪切りが2枚、白ワインが大さじ3杯、塩が小さじ1/4、黒胡椒が 0.1g、エキストラバージンオリーブオイルが小さじ1杯ということでね、先生早速作っていきたいと思います。まずですね、タイに塩胡椒をして耐熱皿に盛り、ローズマリー、レモン、白ワイン、オリーブ油をかける。これ見たことある、なんかペンペンしてる。裏もやろうか、裏もやろうか、ね、ペンペンしてる。これをですね、耐熱皿に盛ります。耐熱皿持ってですよ、レモンをかける。レモンは輪切りだもんね。輪切りぐらいわかります。よし、レモンかける、かけるともう乗せるんだよね。乗せまして、で、ローズマリーね、ローズマリーと、あと白ワイン、白ワイン、じゃあ次白ワインかけますよ。白ワイン、なんかめっちゃおしゃれやん。白ワイン使えるやつってめっちゃおしゃれって聞いたことある、料理で。オリーブオイルもかけます。はい、で3分30秒加熱かな、ラップをして。これちなみにそのメンタルケアとかメンタルリラックスって、なんかこう人と会話をしてね、こうリラックスするとかのイメージがあるんですけど、その食材でメンタルリラックスができるっていうのはどういうことなんでしょうか。ローズマリーがポイントなんですね。ローズマリー、はい、ローズマリーに含まれている特殊な成分のロスマリン酸にはですね、不安や抑うつを軽減するという効果がかかってるんですね。このままでもいいのか、こう粉末とかにした方がいいのか、紅茶にした方がいいのかとかいろいろあると思うんですけど、それで効果とかって変わったりします？きっつけ効果といって、この頭がすぐすっきりさせるには生がいいですね。生のあの香り、うん、生の香りを嗅ぐっていう、はい、ですけど不安と苦痛を防ぐにはロスマリーさんですから、非揮発性ですから、うん、粉末でも生でもどちらでもいいです。3分30秒、これもふんわりラップでしたよ。先生、ローズマリー以外にその効果とか、メンタルリラックスの効き目がありそうなものって、そうですね、エキストラバージンオイルもおすすめですよね。はい、オリーブオイルを使う地中海料理などの食事というのは、肉やスイーツや高脂肪乳製品などの西洋式の食事と比べて、うつの発症リスクが 0.64 倍、すなわち 36% も下がる、そういうことが研究で明らかになっているんですね。それはなんでその 36% も下がるっていう結果に、どういう理由でそうなったんですか？エキストラバージンオリーブオイルには少しピリッと辛いものがありませんか？オリーブオイルに辛い味があるかってことですか？はい、ちょっとじゃあ今舐めてみますね。はい、あ、来た。このピリ辛成分はオレオカンタールというポリフェノールの一種なんですが、これがうつのきっかけとなる脳の炎症を抑えてくれるんですね。いい香りしとるわ、いい香りしとるよ。あったかめのローズマリーの匂いがしてる。よし、できました。ストレス軽減、タイのハーブ蒸しです。いただきます。
うまっ。あーうまいな。で、あでもピリッとしてる。過去一簡単で、過去一高級で、過去一うまい。よかったら CBC テレビのチャンネル登録のボタンを押してみてください。そしてすぐに使える健康情報が満載の元気の時間は毎週日曜日朝7時から CBC TBS 系列にて放送中です。ぜひ見てください。